こんにちは。名古屋から参りました。寺澤さんにぜひお聞きしたいことが、この記念館が足掛けオープンするまでは8年かかったという話を伺ったんですが、どんな思いでされてきてここまで動かしていたのかということをぜひ、一回伺いたいなと。私の両親が開拓団で行っていたということが一番大きな、きっかけにはなるんですが、この記念館のあるこの飯田下伊那地方っていうのは実は全国で一番多くの開拓団を送り出した地域なんですよね。ということは、なぜこの地域からたくさん開拓団が行ったか、もともとの満蒙開拓団ということ自体が、一つの目的としては、日本からの人減らしといいますか、分けてもらえる農地がないような、そういった農家の、次男、三男坊たちが満州に行けば、20町部という広い農地をもらえるということで渡ってるわけなんですよね。で、私の父親も貧しい農家の8人兄弟の三男坊でしたから、でも、戦争が終わって、そこからどうにか半分ぐらいの方々は現地で亡くなったりして、で、どうにか半分ぐらいの方は帰ってくるんですが、もともと住む場所がなくて行った人たちですから、帰ってきても行くところないんですよね。で、そういう人たちがどういうところに入っていったかっていうと、例えば都市部に行って仕事を探したり、あるいは後の人たちは再びこの地域の中で、今まで手をつけていなかった山の中に入って、今度こそは本当の開拓をする。今度こそ本当の開拓をするっていうことは、実は両親は開拓団ですから、開拓をすると思って満州に行ってみた。でも行ってみたら、もうそこには家も畑もあった。もうすでに用意されてる、それはどういうことかっていうと、要するにもそれは、実はそこそこもともとそこに住んでいた中国の人たちの家や畑を本当に安い値段で買い上げて、その人たちを強引に他のところに移して、そこに入っていったっていうケースが多いんですよね。特に最初の頃は。なるほどね。逆にその中国人から土地、家屋を、奪ったということだと思うんですね。ということにはなります。いろんな満蒙会で解釈があると思うんですが、やはり開拓団というのは、そういった大きな被害もあるんですけど、同時にその侵略に加担したっていう加害って面もあったのが事実だと思うんですよね。そこによく言われるその、被害者と加害者というところですね。で、そういう中で父親はそういったことで行ってみたら、すでに家も畑もあって、その時にはこれはまずいなと思ったんだそうです。でももう、もう満州渡ってあったから、帰ることはできないということで、満州で暮らしてるんですが、戦後日本に帰ってきて、今度こそ日本に帰ってきて、本当の山の中に入って木を切り開いて、本当の開拓をする、その苦労をする中で、改めて思ったのは、自分たちの大切な農地や家を奪われた中国の農民たちの悔しさとか悲しさとか、そういうことが本当によく分かったと。私たちの日本のしたことはやっぱり間違いだったと。中国人の人たちには申し訳ないことをしたということを、父親は私に子供の頃から話をしてくれたんですよ。私もいつかは何か日中友好に役立つことをしたいなと思っていましたから、東京から戻って自分で飯田の町の中で小さな会社を始めて、その会社をする傍ら、飯田の日中友好協会っていう団体があるんですが、そこでボランティアで活動しての関わりなんですよね。でそこと、ハルビンと間結ぶこの大きな小学校のほとりに長野県からもたくさんの開拓団が行ってて、で後から行った開拓団ほどやっぱり北の方に行って入っていくんですよね。人間の防波堤じゃないけど、その通りなんですよ。意味合いも含まれて、むしろその方が強かったと言われるんですよね。やっぱり現地ではその例えば反日活動だとかあるし、それから北からはそれが狙ってるし、それに対するやっぱり抑えとして日本人の開拓団を置いて、そこでも抑えにしようと。それから当時満州にいた日本軍を関東軍と言いますけども、その関東軍、日本軍の食料の供給基地とかにするためにここに開拓団を置くと。そうすれば日本人の開拓団から食料とか軍馬、馬ですよね、馬とか供給できる。最後には、兵隊が足りなくなったら、こう日本人の開拓団から若い男性を徴兵するということでやっぱり言ってるから、軍のためにもその開拓団の役割がきちんと位置づけられる。その方が強いって言われてますね。今だんだん分かってきたのはやっぱり、多分オープンするまではすごくいろんな苦労がされていると思うんですが、満蒙開拓っていうのはある意味国策で行われたことですから、そういったことの歴史を残す記念館とか、本当は国立とか県立とか、そういったことで
作ってほんと欲しいなと思ったんですよね、うん、そういうことで働きかけも始めたんですが、はい、残念ながら最初の段階では乗り気ではない、まあ、それはなぜかということはまあちょっとまたあの後で触れますけども、まあ、それであるならばまずこれは民間から始めようと、はい、で私たち民間から始めて民間がそこまで仕組みやってるんだったらやっぱりじゃあ国や県なりも支援しなきゃいけないっていう方向に持っていくことでも始めたんですが、はい、やはりあのいろいろ苦労が多くて、まあ、最初に資金の問題、はい、建設費をどう集めるかという問題、はい、全国に寄付を集って、はい、それでも最初3000万ぐらい集まってきたんですが、ただやっぱりそんなにも作るにはまだ足らない、はい、そしてまあ建てる場所がなかなかいいところがない、はい、本当に建つのかなっていう不安もある中で、実はこのあち村がまんまを開拓にも縁の深い村で、はい、その村から今この記念館を建っているこの場所っていうのは実はこれあち村が村の土地を無償でタダで貸してくれてるんですよ、そのことの申し出をもらったのが、はい、まあ、大きな転換になって、まあ、それからまあだんだんと話も進んできて、まあ、最後にはあの県とか国からもある程度の助成補助金をいただいて、はい、まあ、建てることができたんですけども、まあ、それまでにはたくさん の時間がかかり、で実はその間にはですね、その多くの元開拓団員の皆さんとか、はい、皆さんに寄付の呼びかけをして、その中で元開拓団員のおじさんとかおばあさんが、はい、あの寄付を、ね、自分のポケットの中から5000円とか1万円渡してくれて、はい、私が生きてるうちに作ってくださいよって言って寄付を私に渡してくれた、そういった方がどんどんなくなってっちゃうんですよね、はい、本当にそういう面ではいつに立ったらできるのかっていう不安を持ち、はい、で私の父親もまあ開館の記念館のとも楽しみにしてましたけども、残念ながらあの開館する2年前に亡くなってしまったりとか、そういった意味ではです、ね、そういった方々に、ね、見せられなかったということはあるんですけれども、それでも多くの方々のご支援で、8年間かけてできたというのが、まあ、この記念館ではあるんですけどね。内村がすごくこう、はい、あの開拓との関係が深いというお話が、はい、出ましたけども、はい、具体的に例えばその、はい、どういうような、はい、そうですね、あのまずあの、まあ、この村からも当然開拓団が行ってるんですね、あの阿智郷開拓団っていう開拓団が、はい、それはもうソ連との国境に近い場所に開拓団を送り込んでます、はい、でそこに今あの開拓団の現地の学校の教師先生として行ったのが山本次章先生、はい、あの後には、ね、残留孤児の父と言われて、はい、残留孤児たちの経営のために一生懸命尽力された山本次章先生はこの記念館の近くの、あのじあのお寺長学寺の住職だったんですけども、はい、まあ、この方が現地に渡って行ったりとかしてるということで、もともと開拓団とは縁が深いところであって、戦争終わって戦後になってしばらく経ってから、まあ、実は中国の旧満州に日本人の残留孤児子どもたちがたくさん残ってるってことが初めて分かってくるんですよね。ああ、で、はいはい、その人たちを日本に返そうとする、活動をする中で、実は言われたのが、その前にやることがあるだろうと言われたのは、まあ、実は戦争中に日本の国内であの勤労者働く人が労働者がいなくなってしまったために、はい、中国とか朝鮮半島から現地の中国人や朝鮮人の人たちを日本に連れてきて、日本のダム現場とか、炭鉱山で鉱山で働かしたっていう歴史があるんですよね。でそういったたくさんの人たちが亡くなっていると、日本で中国人たちが亡くなっていると、はい、そういった人たちの遺骨をまず中国に返すことが先だろうということを言われて、でじゃあまずはあのこの地域で眠るそういった中国人たちの犠牲者の遺骨骨を集めましょうという活動、はい、それが実はこの近くに天竜村という村があるんですが、そこに平岡ダムというダムが戦争中に作られました、はいはい、その平岡ダムの建設の時に80人近い方が亡くなっているんですよね。でその方々の骨を拾い集めて中国に返そうという活動を始めたのが、実はこの飯田下伊那での
日中友好協会の活動の始まりなんですよ、その団体が。でその時 の, あのこの地区の会長がこのアチの元の村長であった小笠原政権さんという方、はい、でその会の事務局長が実はその山本石和さんだったんですよね。そういうつながりもあります。そんなことがあって、山本石和さんはその活動が始まり、この地域で日中国活動を行い、そして引き上げ者も帰ってきた、はい、そんなことがあってこの村は、まあ、ある意味その日中国活動の始まった原点の村でもあるという、なるほど、そんなゆかりもあって、はいはい、あのこの村が非常にゆかりが深いということは、まあ、そういったことにあるんですけどね。まあ、あの実はあの私たちこの記念館では、やっぱりそういったあのどういうことが当時あったのかということを体験者の方から聞いて、それを残していこうという活動もやっていまして、特にできれば当時のことを体験された中国の農民の皆さんから聞き取るとか、それからもう一つ行ったのは、実はそのあの現地に残された日本人の残留孤児、その残留孤児を育ててくださった中国人の養父母の皆さん、ね、そういった方々もみんな高齢化してますから、そういった方々がどんな思いでその日本人の子どもたちを引き取って育ててくださったのかという、そういった体験談をそれを聞きたいと思って今回あの聞き取り調査に行ったのは昨年の会でもあったんですけどもね。そうですね、今まではどっちかといえばその日本の当事者たちの声、はい、それやっぱりその実際現地の人たちがどう思ってたのか、はい、それを証言として残していくことも非常に素晴らしいことです、はい、残留孤児の日本人の残留孤児皆さんがやっぱりだんだんこの永住企画と協議ということでやっぱり日本に帰りたいということでお金になってしまう、そうすると残されたあの養父母、はい、もちろんあの自分の実子、自分の子供がいる方もいらっしゃいますが、中にはもう子供がいないという方もいらっしゃいますから、そうするとその老後の生活が困るわけですよね。その老後の生活をどうしようかということの中で、生活に困ってる、住む家に困ってるという方が養父母の方がいらっしゃるということで、実はあの日本人 の, あの笠原さんという特殊家あのの方がいまして、その日本人の方がですね、はい、その長春ですね、長春にあの中日友好楼というアパートを自分の費用で建てるんですよ、はい、建ててそこにその養父母の人たちを住まわせた、はい、そこに一番多い時では34世帯ぐらいの34人ぐらいの養父母がそこにまあ住んでておられたんですが、あ、まあ、当然もうあの養父母の皆さんも今もう大体90歳ぐらいですから、ねね、え戦後70年ですから ね、実は中国の現地にもあのハルピンにその養父母あの連絡会といって、中国人の養父母の皆さんをお世話をする中国人のボランティアの会があるんですよ、はい、そういったような中国側にもそういったボランティア団体があるっていうことも日本の皆さんに知ってほしいし、そういったいろんな団体がうまくも連携をして、やっぱり多くの人たちにそういったことがあったということ、はい、こういった活動が今も行われているということ、はい、あるいは今もこういったような問題があるということを多くの人に知ってもらう活動がもっと広がっていくなというふうに私も思いますね。そうですね、はい、実際どうでしょうか、その皆さんにお話を伺う、養父母の皆さんの話を聞いてあのとてもあの感動したのは、養父母の方がその日本人の子供残留孤児を引き取った時、その時のお気持ちがどんなふうだったのかってお聞きしてみたんですね。そしたらその日本人の子供を一つ育てるときに周りの人からは反対をされたと、ね、要するに日本軍は日本人は侵略者だと、その侵略者の子供たちをあなたは預かって育てるのかと言って反対をされたと。その時にでもこの子は私が引き取ってあげなかったら、助けてあげなかったらこの子は生きていけないと、私が助けてあげなかったら誰がこの子を助けるんだと言って引き取ってくれて育ててくれたと、そういった思いで育ててくれた養父母の方、中国人の養父母の方、そういった方々がいらっしゃって、そのおかげで多くの日本人のそういった孤児たちがやっぱり、ね、救われたということ、そのことを私たちやっぱり実は日本人もっと知らなきゃいけないし、だから今若い人たちの中で中国が嫌いだとかそういうことがいっぱいいますけど、だけどそういった歴史もあったとか、そういったことをもっと知ることに努めればもっと違う日中間の関係とか出てくると思うんですよ。教育者の方々が日本に帰ってきて、まあ、幸せだったかどうかっていうね、よく問われて、実はあの何年か前にあの残留孤児訴訟っていう訴訟が裁判がありましたよね、はい、あの時もよく言われたんですけども、その時にあの訴訟の中で残留孤児の皆さんがおっしゃってたのは、私たちは国から3度捨てられたっていうことをおっしゃってるんですよね、はい、その3度目っていうのは日本に帰っていたけれども、日本の人たちは私たちに冷たかったという、そのことがやっぱり、そうですね、一つ大きな気持ちの中でのきっかけだったと思うんですよね。日本に帰ってきてとりあえず3ヶ月とかはその研修センターで
まあ、あの勉強とかさせてくれるんだけど、はい、その後の生活とか、あるいはその後の中国から呼び寄せる呼び寄せ家族の問題だとか生活だとか言葉の問題、はい、特に言葉の問題とかがあって、私たちもあのこうして皆さんのお仕事のお世話とかするんですけども、やっぱり言葉の壁とかがあってなかなかあのいい仕事が見つからないとか、はい、それからやっぱりあの残留孤児で帰ってこられた方があの家族と一緒に帰ってきますよね、お子さんとお孫さんが来る、うん、そうすると日本に帰ってきてもその日本語を覚えれない、はい、で中国語しか話せない、で一緒についてきたお孫さんは日本に来るとすぐ日本語を覚えるんですけど、日本語を覚えるんですけど中国語を忘れてしまう、はい、そうするともう子供とおじいちゃんとで会話ができないんですよね、コミュニケーションが取れない、取れないんですよね、はい、それでその高齢になったその残留婦人の方とか、あるいはその配偶者の方がやっぱり言葉ができないので引きこもり、外に出たくないと言って出て出られなくなってしまったりとか、はい、まあ、帰国者の、ね、皆さんの高齢化ということは大きな問題で、一つにはまあそういった施設ですよね、はい、介護施設、で実はあの中国からの帰国者の方を対象としたあの介護施設が一応この飯田下村地方で私が知っている限りでは3つあります、はい、まあ、あとはあの実はあの帰ってこられた方々 その交流の場、あの、まあ、交流の場がですね、やっぱり、まあ、これ厚生省の事業の一環なんですが、飯田日中交流会が受け皿となって日本語教師っていう日本語教師という形で、あ、はい、まあ、日本語を覚えるということを、まあ、一つのテーマとしていろんな交流とかお茶を飲んで茶飲み話をしながら交流をしてもらうっていう場所を作ってるんです。あ、なるほど、はい、でそれがやっぱり問題は、まあ、草原がありますので、はいはい、あのやっぱり皆さん高齢者の方々、ね、運転の問題ありますから ねその送り迎えも含めて、この地域で飯田下村で6か所か7か所あの順番に交互にやっていくんですが、まあ、そのことのお手伝いを日中国境界でもやってるんですけどね、はい、記念館の目的っていうのはやっぱりその日本の近現代史、それをもっときちんと日本人も知って過去の歴史から学んで未来の平和のために生かしていくっていう、そのためのここは場所だと思うんですよね。私たちいつも言うんですけども、先に事実を知った者の社会的責任っていうことがやっぱり私たちは思ってて、私たちもそうですが、何か一つの事実を知ったらその知ったことを次の人に伝えていくっていう義務が、社会的な責任が私たちにはあるというやっぱり思いがあるんですよね、はい、だからやっぱりそういったように今いろんな儲かれていくとか、あるいは残留孤児のことだとか、そういった問題、そういったことが事実があったということを知った人はやっぱり伝えることが大事だと思うんですね。やっぱりあの語り継ぎっていうことはもちろんあの第三者に対する第三者に対しても対してもそうですけども、まずは自分たちの内側、家族とか自分の身近な人たちに体験を伝えていくということ、あるいは逆に聞くということ、そのことをやっぱりしていかないと、もう戦争の体験者がもうどんどん今いなくなっていくわけですから、これからはもう、はい、その戦争を知らない世代が戦争の悲惨さを語り継いでいく時代にも入ってますので、私たちはたまたまその体験者の実際に体験者の皆さんから聞きすることができましたので、そのことを今度は次にどうやって次の人たちに話していくかっていう、そういったことがこれからは大事になってくると思いますよね。そうですよね、やっぱり3世4世になってくるよね、特にもう、日本で生まれて育てられて、なかなかその自分のじいちゃんばあちゃんのことについて理解できないっていう子供たちがやっぱ増えてるんでしょうね。だから逆に本当にその帰国者活動の中で、まあ、今まではその周りに対して理解を求める、支援をしていたりというのがメインだったけども、まあ、今後はやっぱりこの帰国者活動、あるいは帰国者の歴史をずっと語り継ぐためにも、まずやっぱりその2世3世たちにもこうきちんと自分たちの歴史、はい、親の歴史についてやっぱり理解していかないといけないというのは、はい、もう最近本当にあの、世代交代というのは、来てるかなというふうに感じたりもしてましてね。それは本当にあの私も全く同じことを考えてまして感じてまして、そういった意味ではあのここにあのおじいちゃんとかね、それから残留孤児だった残留婦人だったおばあちゃんとかで一緒に連れてきて、いつもあんまり話をしないおばあちゃんがここに来ると私ここにいたんだよとか言って話し出すんですよね。それをまあお孫さんが聞いて、おばあちゃんがこんな子に自分の中国でのことを話すのを初めて聞いたって言ったりとかね、だからそういう人たちも話すだからきっかけの場所がやっぱりなかなか今なかったと思うんですよね。でもそれがこういった場所に来たことでやっぱり出てきて、その中で家族のコミュニケーションが生まれていくので、そういった意味でさっき言ったような家族の中での語り継ぎっていうかコミュニケーションのきっかけにこの記念館がなってるなってことはすごく嬉しいなと私は本当につくづく思ってますけどね。
私たちいつもずっと最初の頃に考えたのは、なぜあんなに大きな歴史がありながら、犠牲がありながら、それにことに関した記念館が全国一つもなかったのか、そのことを考えてきたんですよね、はい、そのいくつかの理由はあるんですけども、はい、でもやっぱり一番大きな理由はやはり振り返ることが不都合な歴史史実だったということがあったと思うんですよね、はい、だけどやっぱその不都合なことに目をつむる社会とか 人々っていうのはまた同じ過ちを必ず繰り返しますから、だからこそ不都合な歴史であってもそのことをきちんと振り返って学んで二度と同じ過ちを出さないようにしていくことが、あの戦争で亡くなった多くの犠牲者、そういった人に対する慰霊であり鎮魂であり、そこから学ぶってことだと思うんですよね。そういった意味ではこの記念館はまさしく過去から学んで未来のこれから生きていく若い子どもたちのための、平和な時代を築くための礎にしなくてはいけないので、そういった意味ではもっとあのこの近現代史、はい、アジアの中で日本がこの100年なりどのように生きてきたのか、何をしてきたのかってことをもっと若い人たちにきちんと伝えるってことを日本はもっとしなきゃいけないとつくづく私は思いますよね。私は、まあ、その自分のルーツが日本なので、父親と一緒にそのルーツのところに私が帰っていくんだという思いで私は来たんですよ、17歳の時に。とは言っても、私はもう日本人になりきろうと思って、一生懸命こう同じようにしていこう、していこうってやったけども、やっぱ周りがそうなかなか見てくれない。ことにすごく自分の中でこう苦しくって、うん、でもう長年にわたってずっと悩み続けて、でもそんなことをもう両方それぞれ両方いいところを取って生きていけばいいじゃないの、本当にそこまではやっぱ時間がかかった。やっぱりそれは日本っていう国の、まあ、なんていうか体質っていうか、それもあると思うんですよね、うん、やっぱりあのほらよく言われるんだけど、同じものを求めるっていうことがあって、やっぱりね、やっぱり私たちいつも言うんだけど、これから国際人に出てくる若い人たちはいろんな価値観があって当然だっていうことを受け入れる、その心の広さっていうか、それを持たなければいけない、自分たちだけの価値観が全てなんだっていうことをそれで押し付けちゃうといろんな問題が起きてくるわけだから、そういった意味ではもっとね、やっぱり教育者の人たちも、それから日本人も中国人もそれぞれいろんな自分たちの大事なものを持っていると同時に、それぞれの生き方がそこに価値があるんだということをお互いに認め合ったり、自分たちと分かるような、そういったようなやっぱり社会でなくてはいけないなということをつくづく思いますね。まさにご指摘の通りだと思います、それがないといくら